こんにちは。4五桂速攻で、6二銀7四歩6四歩居玉の場合を見ていきます。角換わりした後の局面から4六歩6二銀で3六歩6四歩で3七桂7四歩、この局面で4五桂と跳ねます。で以下4二銀と引いてきた場合は2四歩同歩同飛車といって、2二歩と、まあ、2三歩両方ありますね。で2三歩の場合は、横歩を取ります。で、金取りなので、まあ、桂馬を跳ねて受けてきた手に、1五角と打ちます。で、2二角と打ってきた場合は3三桂成といって、まあ、同銀か同金か、まあ、同銀なら、前回4五桂をご紹介したんですけれども、飛車を1個引くのは良くなさそうですね。2五桂も、まあ、なくはないですね。まあ、銀が逃げると3二の金が取れるので、まあ、銀は動けないですね。で、まあ2、そうですね、2四桂か4一桂か、まあ、2四とか打ったら3三桂となっていって、まあ、同金で飛車に当ててきたら3五飛車ですね。これで、前回ご紹介したところに合流するかなと思います。なので1五角と打った局面で、まあ5五角か4四角がソフトは最善に示してます。まあ5五角だと、そうですね、まあ3五飛車か3三桂ですね。まあ3三桂と行って、まあ同金か同銀か。まあ同金の場合3五飛車と引いて、まあ、角取りですね。で、もし、角が4六に出てくると、角が4六に出てくると、3三飛車成と飛車から行って同銀に同角成で、まあ、5二玉とか逃げてきたら5五桂と打って、まあ詰めろをかけておいて、まあこれでプラス2600ぐらい、こちらが勝勢となります。あとは、飛車を引いた局面で、もし角に5四歩とか紐をつけたら4五桂ですね。まあ金がなかなか逃げにくいかなとは思います。まあ、2四金とか逃げると、まあ、同角と取って同歩に3二飛車成が、まあ、厳しいですね。まあ、4一角とか桂とか、受けてきたら2一竜と入って、まあ、次の3二金とかが厳しいですね。まあ、5二玉とかだと、
まあ7八金と一回角切りからの猛攻を受けておくのもいいですし、まあ2三歩と、まあ、垂らして、まあ、次の2二歩成から3二とが、間に合うかなと思います。まあ、相手持ち駒桂馬しかないので、結構大変じゃないかなと思います。まあ、なのでこれはなかなか金取りが受けにくいですね。まあ2四歩とかだとまあ金がボロッと取れて、まあ同銀か同角か、まあ同銀だとまあ2三金とか3二金とか、まあ露骨に打っていって、まあ銀がどくと飛車が成れるので、まあ、結構受けにくいかなと。4一桂とか受けてもまあ3三金と取って、まあこれも同角か同桂か、まあ同角が最善ですかね。にもろこつに3四銀と打っていって、もし角がかわすと2四角と出て、まあ受けるか逃げるかした手に4三銀とも突っ込んでいって、まあ、同玉に3一飛車成り、これでプラス2000点以上、まあ、こちらが勝勢となってます。あとは飛車を引いた局面で、まあ4四角はありますね。まあ、この場合は3三角成と切って、まあ、同角だと4五桂とかから、まあ、角が毒と飛車が成れるので。まあ、7七角成と突っ込んできて同桂に、まあ4四角は厳しいですね。まあ構わず3二飛車となって、角をもし成られたら6八角と打って同馬に同金で、相手ももし受けてきたら2一竜と入って、まあ、この時点でこちら角金と竜と桂馬があって攻め駒4枚、相手は、飛車がまだ使えてないので、なかなか攻めるのが難しいかなと思います。あとは3三桂と縦に、同銀の可能性もありますね。まあ、この場合は、まあ、飛車が逃げなくても大丈夫なので、まあ、4五桂と打って、もし何か2一桂とか受けてきたら3三桂となって。まあ、同角だと前回、ご紹介した、局面に合流するかなと思うんですけれども、まあ、同金だと3五飛車と一回引いておいて、まあ、金が動くと飛車が成れるので、まあ、角を引いてきたりすると、まず2二銀と打つか3四銀と打つかですね。まあ、2二銀と打って、角列車を取ってくる手は3三銀成が、これが詰めろですね。なのでまあ5二金とか何かしら
受けてきて3五歩と取れば、飛車と角金の交換で駒得になります。まああとは飛車とか打ってきて、打ってきた場合は7二金打ち、これはすごい手ですね。7二金と打って同飛車に1八角。確かに厳しいですね。まあ4九飛車成と来たら同玉と取って、まあ飛車が入れば、こちらが攻め切れると言いますか、攻めやすいかなと思います。まあ相手大駒がこの時点でないので、プラス2700ぐらい勝勢となってます。まあいろいろ受け方あると思うんですけれど、まあ4一桂と打ってきたら3三桂と言って、まあ同桂なら3五飛車と引いて、まあ角取りなので、引いてきたら3四銀ですね。もう飛車取りに構わず、まあ紐がついてますから大丈夫ということですね。3五角と取って同歩、まあ2四桂とか打ってきて、まあ6六角と打つか2一角と打つかですね。まあ6六角と打ったら、まあ、ソフトは4二玉2五桂といろいろあるんですけれども、まあ4二玉は自然ですね。で4五歩で5二金とか上がって、まあ、3七角。確かにこのライン角が使えてくるとこちらが良さそうですね。もし銀とか上がって受けると5五角と出て、まあ、3三の地点が受けにくいですね。まあ、まあ、ここでは5四歩とか5一玉が最善になってるんですけれども、まあ、5四歩だと3三銀となって、まあ、同金か5一玉と逃げるか、まあ、同金なら角が助かるので、まあ、5三玉ですね。まあ、これは勝勢ですね。まあ、逃げる手は、まあ、4六角と引いて、確かにこれは厳しいですね。まあ、相手飛車しかないのでなかなか受けにくいかなと。まあ6五歩とかつけないので、厳しいかなと思います。飛車を見捨てる手順がこの場合は、最善ですね。ですね。あとは3三桂となって同銀とした局面で、まあ2四歩とか飛車を4五桂打って2四歩の場合は同角と
取れますね。これまあ飛車は取れないですし、角を取ると金が取れるので、これは厳しいですね。あとは桂馬でいった局面で、同角の場合は4五桂か2五桂ですね。でこれ角がどくと、3二飛車成となれるので、まあこれ桂馬とか打たれてもまあ玉がかわしておくぐらいですぐに攻め潰されることはないので、これは勝勢ですね。まあただ角が逃げれないとなると苦しいですけれども、まあ2四桂とか4一桂とか受けて桂馬を成って、まあ同銀に、まあ6四飛車か5五角打ちですね。まあ飛車は取られないので5五角と打って、まあ銀が動けないので、まあ2四歩とかついてもすいません、同角で取れますね。あとはまあ4四ついてもまあ同飛車で取れますね。うん、この時点でプラス2000前後ぐらい、こちらが大優勢になります。という感じで、まあ5五角とか4四角打たれたらそういう風に指していけばいいかなと思います。今回は以上になります。また、動画上げていこうと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。